なくて。ロクさん、かわいい、ありがとう。ヒデキンガーさん、タコ、ありがとう。なんか踏んだ。あ、なんでもなんか。帰宅お疲れ様です。多分なんだけど、この引き出しにいるはずなんだけど。よいしょ。散らかるんだあるはずなのに。すごい映ってる、もしかして。あるはずなのにな。なんで？あるはずなのに。じゃない。うわ、くまっぴーさん、だるま、ありがとう。おやっきーさん、かわいい、ありがとう。今日はカラオケをするんですが、肝心の、いや、あそこかも。あー、あった。テレビのなんか ボックスみたいな、台の下にありました。あったありました、ありました。キヨニータコ、ありがとう。ジュナラゴさん、結婚してまだ盛り上がってないのにダメです。ダメです。ふう、今日は珍しく街に出向き、ボイストレーニングに行きました。ボイトレに行きました。え、飲み方見えてた？嘘。え、見えてないでしょ。絶対絶対見えてないよ。今日対案じゃない。はい、対案じゃないなら無理ですね。そうなんですよ。落ち着き。そうなんです。で、物を、あの、私の家に不足していたものが揃いました。日用品。ボイトレ行ってます。歌がね、上手くなりたい。くまっぴーさん、かわいい、ありがとう。じゃあボイトレの成果をここで発揮したいと思います。ん、その前にツイッターのフォローをお願いしますっていうあれをつけたい。テロップ、できた。いけ、お、できた。合ってるかな、このツイッターの私のアカウント。こんなふざけたようなアカウントだったっけ。こんなふざけたようなアカウントだったっけ。
ようなアカウントの名前だっけ。私ツイッターはレッツチコチコからでは今日のボイトレの成果を皆さんに見せたいと思います。君が気を取り直して苔が蒸しました苔が蒸しました。え、嘘、割れてる。え、これ絶対割れないイヤホンだって、うん、ヤミー、これは私のお箱です。ありがとうございました。割れてた？着席ください。着席ください。なあ、喉が。ちょっと新しいお水を取ってきますね。危ない、この奥はジャングルだから。嘘、割れてましたか？ここまでギリギリ見せられる。吉日です。そうね、私そうなんですよ。熱帯雨林に生息してて。嘘、割れてましたか？どんな歌がいいかな。どんな歌がいいと思いますか？どんな歌があれいいかな。アメリカ国歌草。それはさすがに多分著作権外だよね。あ、一杯の水多分ないな。 STU 歌いたいよね。この曲入ってるんだ。この曲はあるよ。嬉しい。では聴いてください。気にしない、ただ一度きりの人生じゃないか。好きなように生きなきゃつまらない、やりたいようにやらせてもらうぜ。みんなからやめろって言われるけれど、気になった瞬間恋してしまったんだ。ボーイフレンドがいっぱいいたって、遠い場所から眺めるだけで構わないよ。恋に
ありがとうございました。これは ST48 の何枚目シングルのカップリング曲なのかちょっと分かんないんですけど、3枚目かな、大好きな人のカップリング曲かな、好きになれただけで幸せだという曲でした。この曲はほのたんさん の瀬戸マイクさん のカップリング曲で、ほのたんさん先月卒業されたほのたんさんがセンターの曲です。ほにょたんさん思い出すとちょっと涙出ちゃうので流さないように頑張ります。ハッシーさんハートありがとう、音符もありがとう、くまっぴーさんハートありがとう、りょうさんありがとう音符、たくぱぱさんも音符ありがとう、たくぱぱさんミラーボール、ぼやっきーさんミラーボールありがとう、パパさんペンライトありがとう、くまっぴーさん音符、ぼやっきーさんハート、たくパパさんハート、くまっぴーさんいいねありがとう。この曲入ってると思わなかった、いや一杯の水でもなかった、多分ない、みゃんこ先生バラありがとう、多分ねない私はプロ、あいうえおから始まるんだけど、思い出してよかったが一番上です。あとはこれあるよ、にゃんこ先生バラありがとう、一杯の水と恋は仮病中と、ウィッチイズウィッチはないですね、
あと海の色もないですね。あったよ。人間関係の方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜でも僕は寂しくなかった。街の中に私は最後の波の音がすごい
なんか余韻に浸れるので、この曲はすごいエモい曲じゃないですか。すごい好きです。わーい、よき。くまっぴーさんありがとう。ペンライト、りょうさん音符、イコルさんも音符、くまっぴーさんも音符、ありがとう。りょうさんミラーボール、ありがとう、ありがとうございます。ぼやっきーさん音符ありがとう、くまっぴーさんも音符ありがとう、りょうさんミラーボールありがとうございます、くまっぴーさんハートありがとう、ぶんちゃんハートありがとう。あとはね、え、わかる、サビの振りめっちゃ、あの振りコピしてる人をよく劇場会場で見つけます。あとね、カップリング曲だとこれもある。おお、岬への坂道をどれだけ一緒に歩いたか、まだ幼い手を引いて遠ざかる船を見た。大人になったなりたくはないと化粧とかしなかった。久しぶりにちゃんと話した時綺麗になっていた。瀬戸口練習できるように踊ってあげましょう。港まで続く道、こんなに星が見えるなんて、新しいその角で祝ってくれ。Thank you.
て寝てるんですよって願いです。こういう振りです。すごい踊れるでしょ。こうやってどうですか。面白い。ちょっといいですね。でもこれよく本当に会場で踊ってるファンの方を毎回いるので、どこかにいいでしょ。ロクさん音符ありがとう。クマッピーさんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。クマッピーさんいいね、ありがとうね。手話いいよね。そう、集中、確かにこっちに集中しちゃう。クマッピーさんペンライトありがとう、ありがとうございます。キーさんかわいい、ありがとう。コヒミフさん千万両ありがとう。そうですね、私がきっとあの結婚式を開くってなったら、私はこの曲で入場します。瀬戸内やこの曲で入場しよう。くまっぴーさんペンライトありがとう。それかもしメンバーが誰かとか卒業生の方とか誰か結婚するってなったら呼んでもらってでそれで私歌います。歌っちゃう。りょうさん音符、イコルさんも音符、くまっぴーさんも音符ありがとうありがとうございますもう喉がガラガラヘビ。徳さんありがとう。結婚しようは泣かなかったよ。タッキン結婚しては、なんですって。嘘、瀬戸芋。確かに大好きな人もいいね。うわ大好きな人いいね。チャンチャンチャンチャララン、チャララ。あとはこれもありましたごめんなさい、なんか痰を絡ましてグフグフ言ってすいません。これもありますよ皆さん懐かしい。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう振り返ってみたとこでそこに何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの
NHK48 7枚目シングルヘタレたちよのカップリング曲の全員参加曲の後悔なんか、後悔なんて違う、後悔なんかあるわけないでした。この曲はナナさんの ST48 兼任会場コンサートの時にみんなで最後に披露した曲です。歌詞がナナさんとの別れ、別れじゃないけど旅立ち、ナナさんからの旅立ち、ナナさんが ST を離れることとすごい重なっていい歌詞ではありませんか？そう、初めて聞いたって人も多かった。でもこれはまだ1回しか披露したことがないので、いつかしたい曲ですね。りょうさんハートありがとう、キーさんブラボーありがとう、くまっぴーさんハートありがとうね、いい歌だよね。りょうさん音符ありがとう、猫坊やさんペンライトありがとう。そう、初めて聞いた、なかなか聞く機会ないよね。でも好き、私も好き。りょうさんお猿さんありがとう、くまっぴーさん猫、間違えた、ネズミありがとう、りょうさんペンライトありがとう、猫坊やさんペンライトありがとう、キーさんいいねありがとう、皆さん水色と黄色振ってくれてありがとうございます。あとはシティユー喉の喉が、あーでもこれサングラスデイズも入ってる、すごい。これぐらいですかね。え、でもすごいね。え、なんで急にこんなに曲入ったんだろう。なんでこんなにエモ系、エモ系多くない？じゃあちょっと盛り上がるなんか他のグループさんの曲も歌ってみようかな。何がいいかな。みんななんかありますか、聞きたい歌とか。他のグループさん、どこのグループさんでも、あ、ありがとう、無理しません、ありがとう、優しい。わあ、IKKOさんめっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い。原点ない、出向もない。あ、シュキピ、あ、シュキピですか。船から降りた僕たちもないの、あー、シカラシカいいですね、ありがとう、無理しないでねって、皆さんありがとう。ではこの歌、さあ行かない、だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね、あとちょっと一緒にいよう。りょうさん言わないで、私ないの可愛い嘘、ずっと極めているんです、キーパウトでしょ、乱されてる、ドライなフルーツ聞かれてるの、メルト中アイスミルクちゃん、私少しあなたでぐるぐる、なんであの子にイライラする
クエストありがとう、猫坊やさん音符ありがとう、ラクさんハートありがとう。かわいいよねこの曲の歌詞。そう、りょうさんありがとう、くまっぴーさんハートありがとう、りょうさんかわいいありがとう、猫坊やさん音符ありがとう。わーい。春夏秋冬ないんですよ。リコチのお箱、え、でもお箱お箱、私は、でもイカリングさんすごい好きです。りょうさんハートありがとう、ペンライト、くまっぴーさんありがとう、たっきゅんありがとう、花束、あー、ババババンビさんは秋元先生が歌詞書かれてないので歌えないんですよね。そう、残念なことに菜の花はない、春夏秋冬もなくて入ってないよ。オンリートゥデイも確か入ってなかった、私めっちゃオンリートゥデイす、え、オンリートゥデイ入ってないよ確か、私めっちゃオンリートゥデイ好きでさ、チャートリがしてるの羨ましいって思った。菜の花あるの、やがて菜の、え、確かにあった気がするよね。やがて菜の花が咲くよ、春と競い合って、ないね、入ってない、なんでなんだろう。イコラブさん、確かに、でもイコラブさん、ノイミーさんいけるんだよね、秋元先生グループとなぜか知らないけどいけるんだよね。そうそう、あ、サシピー、サシハラ、あ、サシハラプロデューサーと秋元プロデューサーのみいけるんだ。あー、最強ついてる、多分歌えないな、私めっちゃ MV 見てるけど多分歌えないな。チームリコチ推し、えー、いいですね、まあ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 、ラブさんめっちゃたくさんさ曲ある、曲入ってる、うーん、いらないこんなツインテール、ガラス瓶ある、あー、ね、ないの多いよね、あ、メランコリー、メランコリーじゃなかった、間違えた、チョコレートメランコリー、あ、ごめんなさい、イコールラブさん何歌えるかな、
渋谷を駆け巡ろうよ、明かり毒リンゴかじって眠り、あ、探せ探せ探せダイモンリリー、ずるいね、こんな気持ちになさないでしょう、ずるいよ、ジルラジルラジルラララララ。え、チョコレートメランコリーってさ、あの、なんだっけ、こうやってあの、そんな瞳で見つめないでよみたいな、めっちゃ好きなんだよね、あそこ。カニサワさんがマホロバアスタリスクの衣装めっちゃ好きです。何になる。え、でもさ、あの、私、あの子コンプレックスめっちゃ好きです。私これをずっと今日にぴったりじゃんと思ってた曲歌いたい。赤さ棚、はは、ひひ、あった、この曲ぴったりだと思う。音割れ病、失恋好きなの。失恋ソングいいですよね。8月のレインボーブリーズ、ここから眺めながら僕たちは幸せが
いこの歌すごい好きです。私エモい。にゃんきちさん音符ありがとう。猫坊やさん音符ありがとう。りょうさんハートありがとう。2学期は学級委員さん音符ありがとう。ロクさんペンライトありがとう。りょうさんハートありがとう。くまっぴーさんハートありがとう。2学期は学級委員さん音符ありがとう。めっちゃこの歌大好き。ガワさん音符ありがとう。猫坊やさん音符ありがとう。くまっぴーさんペンライトありがとう。りょうさんありがとう音符。みなさんありがとう。にゃんきちさんありがとう。まあ逃げ水のカップリングなんだ。りょうじいさんレインボースターありがとう。すごい。のいみーさん、のいみーさん、え待って、えこれって絶対だってだってときめきラビューみたいな、めっちゃ好き。くまぴーさんいいねありがとう。昨日ちょうど聞いてた。昨日ちょうど聞いてましたね。本当他のグループの曲聴かないから新鮮、勉強になる。そうやってなんか言ってくださるのすごい嬉しい。なんか私歌いたい曲歌ってたらなんか他のグループの歌を歌うなみたいな感じに一時期怒られたことがあって。でそれでそう、それでなんか一時期なんか禁止してたから、心の優しい皆さんよかった。あーいいですね。そうただちぃさんお疲れありがとう。そうなの、あったんですよ。じゃあうん、うん、私さこの歌さ頑張ったら歌えるかもって歌歌ってもいい？これ気にしなくていいよって、ありがとう。そう怒られたことあるの。面白い。じゃあこの歌歌えなかったらごめんなさいって歌歌うね。いやこの歌さ歌えるの当たり前だけどごめんなさい、初めて歌う。混雑したカフェテリアで仲間たちとチーしてた。斜め前にあるたかいてハッピーな時間だった。すいません、リクエストは1位の曲をこんなポロポロにして、でもこのあのすごいミュージックビデオがすごい大好きで、私は失礼いたしました、すみません。かわいい歌詞ちゃんと歌えるようになって出直していきたいと思います。あーみんなありがとう。くまっぴーさんだるまありがとう。猫坊やさん音符ありがとう。りょうさんファイトありがとう。優しい。みんなこの曲は絶対あの歌えろよって多分そうツッコミだと思います。ありがとうございます。この曲すごい好き、ミュージックビデオを見てあ可愛いってなってすごい好き。
あとは、走るペンギン行けない。でも一回聞いたことがある。なんかそう、一回聞いたことがあって、あのね、一回聞いたことがあって、それがあの4周年、 STU48 の4周年コンサートの時に、あのユニット別で披露できる時間があったんですけど、その時私はスイカベイビーをあの元気グループで歌ってたんですけど、本当はスイカベイビーが無理な場合、あのダメな難しい場合、あのどれにするかって考えて走れペンギンが出ました。あ、正義の味方じゃないヒーローはリクアワー、それこそあの AKB さん の、 あの武道館3 days ライブのあのリクアワーを見てて初めて聞いて、あ、いいなと思った曲です。シング SR さん、タコありがとう。タダチーさん、かわいい、ありがとう。そう、あ、わかりました。じゃあ、スイカベイビー歌ってみますか。次はスイカベイビーを、これはスイカベイビーノットイエットさん、ノットイエットさんは大島優子さんと指原莉乃さんと北原里恵さんと横山由依さんの4人で、4人ユニットです。正解正解。の、ノイエっていうの。じゃあ歌ってみます。一番好きだよ、みずみずしいその笑顔が好きだ。スイートベイビー、眩しい太陽の下で輝く君は真夏のマドンナ。
懐かしい。りょうさん、だるまありがとう。くまっぴーさん、ねずみありがとう。きーさん、かわいいありがとう。ろくさん、ハートありがとう。りょうじいさん、ペンライトありがとう。ろくさんもペンライトありがとう。りょうさん、だるまありがとう。くまっぴーさん、ハートありがとう。だるまってスイカの意味かな。リコチベイビーでした。猫坊やさん、ペンライトありがとう。いいね。わあ、ゆうやさん、タコありがとう。タコくまっぴーさん、馬ありがとう。セルジュールタンスさん、ハートありがとう。タダチーさん、いいね、ありがとう。スイカベイビー、私はカボチャリコチ。カボチャリコチ、キックバック、あー、波乗りかき氷。でも波乗りかき氷は聞いたことあります。歌えないけど。ただちいさん、パチパチありがとう。いやー、楽しいですね。楽しんでますか皆さん。ちょっと喉の休憩をしたいと思います。ちょっと待って、今私すごいハロウィンナイト、いいですね。休憩してください、ありがとう。ハロウィンナイト、ハロウィンナイトいいですね。一歩目温度、一つ一つより働いて、二つ二つでってやつですか。一つ一つより働いて、あらよっさ、二つ二つで二つですみたいな。三つみんなで夏祭り、四つってこれかな。これかな。やすさん、タコありがとう、ありがとう。僕らの制服クリスマス、かわいいやつ。 STU48 の曲は、でも最初にエモ曲全部やっちゃった。エモ曲を全部やっちゃったから、もう、あ、でもまだ花は誰のものと暗闇は残してあります。私、お箱なんだろう。皆さんのお箱ってありますか。皆さんカラオケ行きますか。そう、原点ないの。制服の重さもなくて。そう、あー、風を待つ、私も好き。風を待つ、風を待とう、この岬でもう少しで、風を待つ、まだフレンチキス、かっこ悪い、アラビュー。それは誰の曲。それ男性の曲かな。うん、聞いてみたい。なんか今なんかこの、どんな歌なんだろう。でも多分絶対さ、歌ってたらかっこいいやつじゃん。あー、独り言、思い出せる声を。そう、まだです。大好きな人、未来予想図。あー、ドリアン少年。未来予想図って誰の曲なんだろう。じゃあ STU の表題縛りでいきましょうね。愛を取り戻せ、誰の歌なんだろう。へえ、かっこ悪い、 I love you はスケットダンスの曲なら絶対知ってる。私スケットダンス見てたもん、私ちっちゃい頃。多分ね、聞いたら、あー、あれかって多分なると思う。レモン少年、ドリアン少年、なんだっけ、ドリアン少年だっけ。ドリアン少年、レモン少年。あ、フレンチキス、フレンチキス聞いたことあると思ったらそれなのか。 You are shock、 北斗の拳。あ、ドリカムって知ってるよ。 Why
YMCA。 あ、嬉しい。スティーポテトハーンです。11月のアンクレート、もうちょっとで11月だ、死んじゃう。あ、アニソン好きよ私。アニソンあんま良くないかも、アカペラで歌うの。権利の問題、私でもよ く口ずさんじゃうんだよね。ドリアン、ドリカムさん、 YMCA さんは誰なんだろう。私の、じゃあ私のお箱、インフェルノ、カムチャッカインフェルノですか。私ね、おこ、激おこ、激おこぷんぷん丸、カムチャッカファイヤー、ムカチャッカインフェルノ、私激おこぷんぷん丸以上の怒ってる言葉使えますよ。残酷な天使のテーゼ、あれ絶対カラオケでさ気持ちいい歌だよ。え、ちょっと待って、私さ、ぺちゃんからさおデートのさ誘いがさ、私の目が間違いでなかったら来たと思うんだけど。ミセスグリーンアップルさん、大好き、あれでしょ、ダン、大丈夫この世界はダンスホール、これ私はあのミセスグリーンアップルさんのブルーアンビュランス、間違えた、また同じ間違い方をした、ブルーアンビエンスだ、ブルーアンビュランスは青い救急車ブルーアンビエンス、君が本当に羨ましい、チュ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 、ぴゃちゃんといいでしょう。あ、うっせぇはいいですね、うっせぇうっせぇうっせぇは魂のルフラン、気持ちいい感じの歌ですか。カピバラミキャくんバラありがとう、大丈夫、天秤の歌、あ、大丈夫この世界はダンスホールなんて片言大丈夫この世界はダンスホール絶対違う、大大丈夫違うな、絶対違う、これ多分ハモってる気がする、どっちかって言ったらどっちかって言ったらさ結構難易度高い方さ歌ってるの、いける、大丈夫、魂のルフランはエヴァの曲、え、もしかしていいエンディングの歌、大丈夫この世界は、もうちょっとちゃんと音程が分かるまであのすっきりしたい、大丈夫この世界はみたいな、これめっちゃハマって歌ってたのに、劇場版かーい、あ、近くなった、大丈夫大丈夫この世界、大丈夫大丈夫、全部やってみる、あの一通り、大丈夫大丈夫大丈夫この世界はダンス、君がいるから恋を知ることがまたできる、大丈夫、全然すっきりしないよ毎日のようにあの夏歌っていたのに、え、マジでそれ、小さい頃は神様がいて思い出す、なんだっけあの歌、え、あの歌も忘れちゃった、小さい頃は神様がいて、あー、むずがゆい、
小さい、そう、優しさに包まれたなら小さい、小さい頃はあー、これ本当に難しいんだよ。サビの歌ってどんな感じだっけ。小さい頃はなんで忘れちゃうんだろう、あの歌。あの小さい頃は神様がいて、あ、普通に優しさに小さい頃はだ、わかったわかった、小さい頃は神様がいて、これだこれだあー懐かしい、この歌をね、あのみんなのこの矢印と下ちの、あのみんなに音程をあの教えてもらって、あのやったことあるんです。小さい頃は神様がいて、これだこれだ、え待って、小さい頃、うん、でもちょっとまだ微妙ですね私の歌。ケンタッキーさん、だるまありがとう、すずよかった、思い出して。大丈夫、違うな絶対違う、大丈夫大丈夫、この世界はダンスホール、え、こんな感じ、大丈夫、この世界はダンスホール、大丈夫、この世界はダンスホール、大丈夫、この世界はダンスホール、大丈夫、この世界、この世界はダンスホール、あ、なんで、いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、待って、いつだってが入ったら歌えるようになって、いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、天才、いつだってが入ったら歌えるようになった、いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、待って、すごいすごい、あー気持ちいい、今アハ体験だから、これすごい、めっちゃいい、もう本当にすっきりした、いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、必要だったの、いつだってだったんだね、ああすっきりあーちょっと面白いな、やっちゃんありがとう、おさるさんありがとう、いやすっきり、スカッとジャパンじゃんマジで、これスカッと瀬戸内じゃん、いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから恋を知ることがまたできる、大好きを歌える、これじゃん大丈夫になってよかった、これで毎日口ずさめるねあーすっきりした、いや本当だよ、今からみんなにさ購入品を紹介しよう、でもな、どうする、みんな私の購入品紹介を急にしてもいい、今日久々に古着屋さんに行ったんですよ、ちょっと、あ聞こえますか、今日久々に古着屋さんに入ったんですよ、私の好きな、それね、ほんと1億年ぶりぐらいに街に繰り出して古着を買ったので、それを皆さんに今日は披露したいと思います。チャックの音が聞こえたでしょ、これパリ、じゃあちょっとこれ、やっぱなんかいつだって大丈夫、この世界はダンスホール、あったかい、いきます、きますよ、せーの、じゃん
どうでしょう。かわいい。リコチ。なんかさ、ここにあの柄が集中してるので、今多分あの大阪のあのなんか大阪のあのなんか多分これかぶって。これかぶったら多分大阪のあの名物のあのやつ、多分これ大阪の名物のやつ、多分これこれ、え、そう、食い倒れ太郎じゃんこれ待って、私食い倒れ太郎じゃんこれ、私これじゃん、食い倒れ太郎じゃん、こう見たらめっちゃ食い倒れ太郎なんだけど待ってこれ食い倒れ太郎、食い倒れ太郎、食い倒れじゃん、食い倒れ太郎さんじゃんこれかなり激似じゃん、そっくりさんじゃん。でもあの全体でね見たらちゃんと可愛いんです、ほらあのこんな感じでポケットのところめっちゃ可愛い。食い倒れ太郎さんじゃん私これ、2号機でもないじゃんこれ、食い倒れ太郎じゃん私、私これハロウィンのコスプレしとる人やん。あられちゃんだったら、あ、なんか大丈夫か、あ、飲み干した、あれでした、あられちゃんだったらこれですね、うんちゃ目の見えないあられちゃん、反射して見えない。じゃあ、食い倒れ太郎さんじゃん。でも、可愛くないですかこれ。こういう。見せたい。あ、ちょっと足。かわいい。冬って感じ。ここがなんか独特なジャージなのみたいな、そういう感じで、あとここが可愛い。こうやってできる。可愛いこれ。さあ私はあのジャージ系がすごい好きなのね。これにね本当はねデニムのなんかちょっとスカートを合わせるコーディネートがすごい可愛いと思ってデニムのスカートを試着したんですよ。でもそしたらすごいなんか。デニムのスカートが短くてこれあかんだろうって思って、ニット帽か、うーん、緑、今ここに飾ってあるのが、飾ってあるっていうかあるのが緑だけなんですけど、あ、意外といい、ニット帽かぶる時の前髪って難しいよね。かわいい。なんかちょっといいですね、ニット帽。かわいいこれ。ツインテールか。こういう。あ、いいですね。シングエサーブさん可愛い、ありがとう。りょうじいさんいいね、ありがとう。食い倒れ太郎。あ、すごい冬のゲレンデって感じ。ゲレンデじゃん。この、ちょっと。スケートダンスってこんな人いましたっけ？
こういうことですか。ボブ、私がもしボブだった世界線のジャージ、私を好きなジェラタスキーに連れてって、私がボブだった世界線。おお、あ、なんかこういうボブめっちゃ憧れる。黒ひげ危機一髪、ヒデキンガーさん、かわいい、ありがとう。いいね、なんかこういう人いるよね、こういう人いるよね、え、こういう人いるよ。なんか バレーボール部に絶対この人属してたタイプの人種だと思う。でもいいね、長いとこうです。やっぱなんか長いと私落ち着く、ちょ短いとそわそわしちゃう。ボブにしなよ。でも、うん、ボブにするのもいいよね。嘘、ボブ写真ツイートしたらフォロワー100。え、じゃあちょっとやってみようかな。じゃあフォロワー何人増えるかなみたいな、こういう、どう、こういう感じ。前髪パッツンがいいかな、似合ってる、嬉しい。広末、誰だろう、広末何さんかな、涼子さんは知ってる。嘘、本人、堀美央奈さんはもう言い過ぎでしょ。これが恋、こういうことですか。うわ、うん、うん、じゃあ写真を撮ろうかな。折れる位置、あの白い壁がね、きっといいと思うよ。信じて騙された。フィルター変えようかな。あ、このフィルターがいいかも。どう、もうちょっと髪の毛引き出した方がいいかな。どう、何がいい、もうちょっとここら辺引っ張る。ボブにしました。こんな感じ、感じかな。これね、萌え袖にね、あんまならないんですよ。いいかな。
出す。あ、耳出した方がそれっぽい。もしかして。いけるかな。顎が隠れてるところがあつとい。いいかな。両耳かけ。それっぽいよ。それっぽいかも。どうかな。いい。ボブにしました。食い倒れリコも取っとく。食い倒れリコチも取っとく。これしたら画面が映っちゃうんですよね。食い倒れりこち。食い倒りこち。あられちゃん。ちゃん用のレンズの入ってないメガネもあるんですが、んちゃっ。多分ね、このあれがいけないと思う。
ました。これかぶって私、ま、街歩けると思う。もういいねこれも。羽ね。食い倒れりこち、かなり食い倒れてるこれ。ツイートしちゃいます？夜ツイート。私このメガネすごく好きなんです。しちゃう？髪の毛切りました、かっこ詐欺。おお、危ない。どの写真がいいかな。どういう写真がいいかな。ワイワイワールド歌えないな。それはバラエちゃんに出てくる歌。きっと分かんない、私どの自撮りが、あ、これいいんじゃない、この一枚いいんじゃない。今たくさんある自撮りの中から一番いいやつセレクト中です。これいいんじゃない。来たぞ来たぞ、あられちゃん、キーンキ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 ーン。わかんない。あ、11月6日山口イベント待ってます。これいいかな。いい、文字は何がいい？なんちゃってとかかな。明日の朝でもいいかな。なんちゃって、おやすみ。もうお休みツイートの方がいいかな。でも明日の朝にしよう。じゃあ
確かに。ああ、お仕事お疲れ様。お仕事。私さ、絵文字わかんないけど、まあいいや、この絵文字で。騙されたらいいねみたいな。お仕事お疲れ様？そっちのお仕事？何がいいかな。こんな感じ。そっか。田村ジャーシーさん、ハートありがとう。する？お風呂にする？ボブにする？めっちゃ面白いけどさ、それもう使えないじゃん。面白い。遅めのエプリルフール。あめっちゃ面白い。あー、これがこうなったみたいな。あー、え、ふたこにAKBさん今ボブ始めました。リコボブ今見たかった。ま、いっか、いっか。あれ、レゴシカメラが切ったのってなりそう。これで。ツイートしちゃうよ。ツイートしていいかな。いいや。アバターありがとうございます。そう、今日なんかアバターゲットできるみたいな。ゲットできてない人はゲットできるといいね。そんなハッシュタグすんげる。ハッシュタグ髪切った、かぼちゃ投げるやつ。え、それ、そうするとアバターがもらえるんですか。リコチアバ
あ、ガチャ買わせごめんなさい。ガチャ多分投げるやつだ。リコちゃんば出ない、悲しいね。すごい、ガチャのことかぼちゃ、かぼちゃ投げたらリコちゃんアバター出たら面白いけど、ガチャか。ガチャのことかぼちゃって読んじゃった。もうすっかりかぼちゃ、かぼちゃに毒されてます。かぼちゃのアバター、え、これこれでいいよね。うわ、だ今さツイートするのあんま実は良くなかったりせん。あー、デコちゃんは今だってもちろん好きだけど、なぜだろう、あの頃に戻れない、冷静さを失ったらなきゃダメね、フィンガースクロース あのかぼちゃ私服なんですか？私服です。リコちゃん持ってた、着なさい。リコちゃんアバター着なさい。ごめんねリコチ、ごめんね リカチ、リコチクロス。チビハムちゃんかわいい。チビハムちゃんかわいい。今ツイートするのはいけない、なんならテレビなくちゃ。じゃあねみんな、じゃあねみんな、そろそろ私は壇上の方を呼び出そうかな。ツイートしたら、ツイートしたらリコチって思っていいねしてあげてください。リコチアワー、かぼちゃ、私テレビを見るべきなのにショールームをしてて今すごい罪悪感に浸っています。つい消し、私あれは来たのかな、うん、ツイート確認は。驚くリップしてね、みんなは何も知らなかった体でリップをしてください。反応待ってます。私さ多分一人野菜シスターズできると思う。枝豆とかぼちゃ、今まで枝豆とかぼちゃしてきたので一人できると思う。あー野菜シスターズ、言葉が出なかった。一人野菜シスターズって絶対できると思う。野菜、玉ねぎ、人参、トマト、ピーマン、キャベツ、レタス。モロヘイヤ、私モロヘイヤ大好き。一人野菜シスターズでいきます。リコちゃんアバターありがとう。そう、かぼちゃ、かぼちゃを喜んがり先生 CG 合成でします。ブロッコリー忘れてた、ブロッコリー、私モロヘイヤ大好き。モロヘイヤ、炒められたモロヘイヤめっちゃ好きです。モロヘイヤのあのなんかネバネバした感じと硬い感じの葉っぱ美味しい。
赤いタヌキと緑のキツネどっち派ですか？私はちょっと待って今緑のキツネかな。キツネ美味しいよね、じゅわじゅわジューシーで。あれ赤いキツネと緑のタヌキ、あれ赤いキツネと緑のタヌキ、花コリーも好きです。ちょっと苦味があるけどシャキシャキしてる感じ。モロヘイヤ、モロヘイヤ野菜大好き、好き。オレンジとかぼちゃ赤いキツネ緑のタヌキオレンジのかぼちゃおもろい。対抗しますか面白すぎる。かわいい。ちょっとでも寒いですね、半袖だと。私徳島のひーくん、ありがとう、ありがとうございます。お猿さん、確かに私さ今夜カラオケ配信をしますってさカラオケしてたのにさすっかり忘れてさすっかり忘れてた。もうすっかりなんかカラオケに飽きてカラオケに飽きて普通にファッションショーして普通にみんなとおしゃべりしてた確かに A も AKB さん終わっちゃったかな。見たかったな。でもこの時代 SNS を見ればあの動画上げてくださってる方はたくさんいるので、邪道ですがそっちで見よう。おばあちゃん、おばあちゃん叩く久しぶりにリップグロス、私も好きです。なんか切ない王道ソング、夏めっちゃ可愛い。食い倒れリコチ見てくれてありがとう食い倒れリコチ、そんなこと言っちゃいけない。そう、君が代で喉をやったからもう声があんまり出なくなってえ、コールオッケーなの？ NHK プラスを見ます。すいません、ありがとうございますあ見ます。ブリコチ可愛かったからよし、ありがとう。前髪さ、私見ないと、切らないと。ちょっとだけ1ミリちゃん、クッキーも歌ってたんですか？そう、君が代をしょっぱな歌ってボイトレの成果見てくださいっての、それで喉をなんかズタズタにしちゃったので、もうそれから全然声が出なくなっちゃってだからもう、でもすごい楽しんでました。だってあっという間になんかめっちゃ歌ってたもん、何曲も。SKE さんSTU はどうやろう、どうでしょうね、どうなるんですかね。君が代 STU バーってあるんですか？いや普通に日本バーです日本バーNHK プラスで見よう。そうだ、日本版え、そうなんだ。あ、 50% 入場の声出し OK なんだ、なるほどね。何この写真。
でもコール、コールさ、私さ本当ほとんど聞いたことないからさ、絶対なんかびっくり しちゃいそう。私聞いたことないんだよね。声出し OK になってもコール怖くない？だってさ、もうブランク、きっともしかしたらこの中にコールとかバリバリやってるベテランさんがいても、3年間とかブランクが空いてるわけじゃないですか。どこでコールだっけみたいになっちゃいそう。しかもこの3年間で披露した楽曲、初めてその披露した楽曲とかあるじゃないですか。それなのにみんなコールどんな感じにするんだろう。そう、コール体験したのはほんと最初の2ヶ月とかかもしれない。1ヶ月とかかもしれない。この前のコール公演でリコチコールした記憶ある？超絶かわいいリコチとか叫ばれたら私多分爆笑してそうって、私爆笑してそう。どうしよう、俺の夢工藤リコさん、これしたらあれですよね、良くないんですよね。私どうなるんだろう、私どうなっちゃうんだろう。笑っちゃうよ絶対。リコチどうなっちゃうんだろう。ガチ恋交渉とかさあるよね、なんか僕のお姫様みたいな、なんか生まれてきた理由みたいな、ますよね。どうなっちゃうんだろう。シングエサイルさん可愛い、ありがとう。ワークマン行ったことないんですよ、行ってみたいんですけど。リコ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 チ、どうしよう、どうしよう。超絶天使リコチ、どうしよう。アペチャペガラキナナラズスケミョウトンフスケ、え、そうなんだ。タイガーファイヤーサイバーダイバーワイバーワイバージャージャーみたいな、トラヒー人造繊維アカラクサガジジョヤキョンみたいな、風飛び除去みたいな、言いたいことがあるんだよ。リコチはやっぱり可愛いよ。やっと見つけたお姫様、好き好き大好き、結婚してみたいな。うわすごい、オレモーがあるじゃん。じゃあこれを歌って今日は配信を終わりにしよう。でもうちゃーちゃん、皆さん可愛い、ありがとう。あるかな、どこかな、あった。ねえキスしてほしい。シングエサールさん可愛い、ありがとう。私このコールがすごい好きなので聞いてください。 NCT さんのマックス2315号です。
子でした。 NGT さんの曲でした。俺もこれがすごい私は好きで、そういつか披露されるってなった時、コール解禁になったって時は生で聞いてみたいなって思います。くまっぴーさん音符ありがとう。ただちーさんミラーボールありがとう。くまっぴーさん音符ありがとう。ぼやっきーさん音符ありがとう。りょうさんミラーボールありがとう。広島校パセリさん音符ちょっと待って、なんか私パセリさん音符ありがとう、なんかなまってた。やっちゃん音符ありがとう。広島校パレス パセリさんミラーボールありがとう。のるみおさんミラーボールありがとう。できました。いいね、コールしたいよね。コールできる世の中に戻ってほしいよ。ありがとうございました。ブチギリ、確かに暗闇花喉の調子がいい時にまたしたいと思います。でも広島乾燥注意報が出てるんですよね。多分私それで喉がきっとやられてるんだと思います。明日も、私明日は一日中喋ってるお役目があるので喉を大切にしてあげたいと思います。あ、え、あるよね。もう音すぎ、さけさけ、俺もハウス。ありがとうございます。じゃあ壇上の方をお呼びいたしたいと思います。ひさぽんちゃんハートありがとう。はちみつ舐めるね。フットムーンさん、ソラナルさん、マコトさん、クボゼンさん、マキさん、ノラさん、ナベさん、広島校パセリさん、タッキャン、伊藤博さん、ひまわり29さん、ルキさん、2学期は学級委員さん、タンキュードンさん、そんなことないよさん、クマケンさん、ピーちゃん、名前何にするかさん、ベンちゃん、D さん、めっちゃキノコさん、みそかつじいさん、ネコボヤさん、ジュノラゴさん、シング SR さん、キヨ兄さん、ノリミオさん、ユウヤさん、ヌランジャさん、イッコーさん、ヨーク、ヒデキンガーさん、ロクさん、そして本日の秋元先生枠はキー先生です。ありがとうございます。初めて先生、モビさん、タダチーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はリョウジーさんでした。ありがとうリョウジーさん、イエーイ。第2位はリョウさんでした。ありがとう。リョウさんは初めて壇上、そんなこともないか、いや初めての気がする。ありがとうございました。そして第1位はくまっぴーさんでした。ありがとう。第1位、初めてくまっぴーさんは、ありがとう、ありがとうくまっぴーさん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう皆さん、私の配信を最後まで見てくださった皆さん、そしてコメントとかしてくださった皆さん、ありがとうございました。達也ポン、お疲れ、かわいい、尊い、ありがとう。ハッピーセット、ありがとう。ありがとうございました皆さん。のどファイティン、ありがとう、優しい。もうさ、久しく君が弱、大事な時にしか歌わないようにします。ありがとうございました。のぞきはしっかり寝て、ありがとう、喉大事に、ありがとう皆さん、喉を大事に、喉大事に、ご自愛。ありがとう、ありがとうございました皆さん、ありがとう。そう、ごぼうさん出てくる、喉がごぼうになる。じゃあありがとうございました。プロポリスね、プロポリス舐めよう。ありがとうございました。じゃあねー。バイバーイ。ではまたメール送りたいと思います。じゃあねー。おやすみなさい。健やかにー。健やかにー。